労働者の行く手には防護服の集団。中国にある世界最大の iPhone 工場の一帯では、この防護服姿の当局者と工場従業員らとの衝突が続いています。路上に倒れた人をなお当局者が足蹴にしています。広場を埋め尽くす群衆。一人に対して当局者が集団で攻撃を加えています。一方、こちらは従業員でしょうか。工場の防犯カメラを破壊しようとしています。彼らの怒りが頂点に達していることは間違いなさそうです。しかし、一体何があったのでしょう。我不了解你提到的有关的情况。这个也不是外交的问题。ゼロコロナ政策を続ける中国。しかし、徐々にほころびが見え始めています。各地で感染者が増え始める中、河南省鄭州市にある世界最大の iPhone 工場では、先月末、感染を恐れた従業員が大量に逃げ出しました。工場は極端な人手不足を補おうと新しい人員を募集。ところが、地元の人の話によると、人々の怒りには2つのパターンがある模様。1つは高い賃金を提示され、地方から集まってきた人の怒り。実際には働けず、自費で地元に帰るように言われたといいます。もう一つは従業員の怒り。給料やボーナスが勝手に引き下げられるなどして不満が爆発したといいます。工場のある鄭州市は昨日、市内の複数の地区に新たにロックダウンを命じました。地元当局によると、中心部の住民は検査で陰性となるか、当局の許可がない限り区外に出ることはできません。そうした中で、デモは昨日の夜も発生した模様です。警察車両をひっくり返すなど、工場従業員らの抗議行動はエスカレート。工場側は責任者が現場に駆けつけ、従業員に宿舎に戻るよう説得。また仕事を辞めて地元に帰る従業員にはおよそ20万円を支払うと説明するなど、事態の収拾に追われています。双手扶墙，双手开开，再查，再查，再查。来，你今天为什么违反防疫规定出来？哦，哥，啊，コロナをゼロに抑え込みたい政府。工場を稼働させたいビジネスセクター。矛盾がここに噴出した形です。